はい、こんにちは。えー、っと、しゃべりますよ。あの、前回、YouTube でね、あの作った、というか、アップしたやつがですね、まあ、見られてないのんのって、ということで、3分クッキングらしからぬ、3分間、安富さんみたいなのを目指そうかと思っています。はい。えー、と、これも第2回ですね。なんか最後に振り返って第3回とか、あ、第1回のまたね、 <laughs> やり直したいと思っています。はい。でもう駆け足でいきます。短くね。えー、第2回命とは何か心理的な衝動ですと。で、牛満大学のこれはまあ大体全部に該当するでしょう。で、人の要素、これは僕のオリジナルですが、命と脳と心に分けて考えると。で、生まれ持つもの、あまあ、ざっくり何が違うかっていうふうに分けたときに、心は作るもので、それ以外っていうなら持ってますよと、もともとね。 まあ心も働きあるけれども、だいたい後で作られるものという感じですね。で、えー、命、今回は人のよその命の部分、第2回ですね。心の,あの説明、たくさんあります。うんまあ、作るものだから、んでしょうかね。命というのはその本質を理解して大切にすればいいものっていうふうに思ってください。で、これ、考えるヒントですね。うん、あの考えるヒントです。はい。えー、っと、ここら辺の本を、まあ、参考にというか、ここら辺で喋っていることを僕が解,解体している。 そういうい動画ですね大体、うん、いい合理的な神秘主義とあと複雑さを生きるんですかこの中のテーマというかこの命のあと心に関することっていうのがあ、まあ、バラバラにつながっているという感覚があって、うん、だからこそまあ楽しいというかあの奥行きを感じるそういう本なんですが僕はあえてそれをこう解体して整理をしてみました再構成ですねはい一命は神秘であるというかもうこれしかないですね <laughs> スピノザのコナッツ、うん、これが命の話なんですね。えー、人は衝動を持つと、えー、その衝動ってのは命と現象そのものだということですね。えー、っとどっかの本で、安美さんがあと宮沢賢治の,あの詩を引いてです、ね、でその光というか、ブラウン管の鈍い光のようなものに命を例えていました。うん、あのそんな感じですね。はい、でこのスピノザの神ですね、うん。神の話になります。 でスピノさんは目的はないって言ってますがあの実際何かこう何だろう、うんなんうん、<笑><笑>まあ目的を設定してもいいんじゃないでしょうかどうでしょうか共産、えー、の如来、えー、これも命の働きですねあこう自分がどう判断しかねていいか分からないっていう時にことっさに動いてしまう時とか、うん あそういう時に如来を信じる。それは命の働き、命の動きですね。を信じるっていうことです。はい。衝動する。でラッセルの内なる声。あこのラッセルさんの話、簡単に言うと、全部理性的に頭で考えてあ行動しようっていうのと、反対のことを母が言うんですね。ラッセルの母が。でそのハスラッセルの母が言うに、内なる声だと。内なる声に耳を傾けなさいということですねで。その内なる声っていうのが、命の声になります。うん。 えっと、孟子の、なんだったっけ、側近の心。うん。<laughs> えー、だから、これもまあ生まれ持ったものというか、あという意味で、この、えー、命の話になります。誰もが持って生まれる。この命というのは魂っていうふうに置き換えて、かまいません。安美さんの場合は魂っていうふうに言っていると思います。うん。で、ピクロスの会これもそうですね。命の欲しているもの。あもともと人間は生まれ持って欲しているもの。心地よさですね。 命は資料深さ、この資料深さ、ね、あの快って言ったら快楽っていうか、あなんか悪いイメージも含まれてるんですが、エピクロスの場合はそういった悪いイメージというのは含んでいません。心地よさですね、安心感とか落ち着きとか、そういった、まあ、平和、今で言ったら平和、平穏とか、うんまあ、そういう状態を望んでいると、そういうわけでございます。はい、苦痛は望んでいない、まあ、簡単に言ったら命はそういうことですね。伸び伸びと、うん、痛いということですね。 でえー、これは合理的神秘主義の神秘の言葉、神秘という言葉をもろいに使っているウィトゲンシュタインですね。ウィトゲンシュタインの語り合いのもの、うん、暗黙の次元があるという話ともつながります。第1回ともつながっています。はい。命は神秘であると。うん、<coughs> でこれが大人の標語ですねあの裏音の音。裏音の音ですね。裏音の音っていうのを作ったんですが、それ実は合理的神秘主義、複雑さを生きるっていうのを見て、安美さんの方を見て、いろんな標語を掲げて、作りました。うん あまあ、リンクに貼っておきましょう。で、ブッダの演技、確実なものはないと。うん。あのー、これは複雑さの、その、まあ、世の中っていうのは非前景だよと。あ何か因原因があって結果が出るっていう一対一の対応ではないよと。なので、そう、あの命を信じましょうという話ですねあ。神秘の力を信じるしかないという話です。はい。えー、と、学に至る喜び。うん。これっていうのは、あの、喜びの話ですね。命っていうのは。 あこう学ぶことを喜ぶと、うん。まあ、とても簡単ですね <laughs> あ。これが学びの基準であると。命っていうのは学びたがっていると。成長したがっていると。ね。常に変わりたがっている。まあ、うんまあ、生きているっていうことです。これが生きるということですね。で、えーっと、命が強く働くというか、そういう学びが訪れる瞬間っていうのが、はって気づく。うん あまあ、違和感を感じていて、というか、違和感を感じる、あっっていうあの瞬間ですね、あれはどうして起きるのか、もちろん暗黙の次元とも輝んでいるんですが、うんあ。でもそれが命の働きだと、突然やってくるもの、うん、何かそれがきっかけ、誰かの人の言葉であるかもしれないし、出来事であるかもしれないね、雷に打たれることかもしれません。ということで、命は神秘であるという話が終わりました、清水大学のあこの検証を最後に載せておきますと。で考えるヒントですね。 この4つ、えー、やってみたら何かこの命に関する魂に関するね、えー、言葉に深みが増すんじゃないでしょうかぜひやってみてくださいはいこれもう一度説明しますと人間は命と脳とまあ心に僕は分かれて説明したらとてもシンプルでいいなと思っていますで命と心がよく混合されるのかなというふうに思いますがあの命は本当に自分の中にあるその神秘的なものというかあの、まあ、操作できないものですねうん 操作できないものです。はい。で、心は、まあ自分、操作できないもの。<laughs> ああまあ、勝手に強まったり弱まったりする。うん、そういうものですね。で、心は、もう少し自分が意図的にというか、あのまあ、意識したり介入したりできる。うん。積極的に作っていけるものですね。だと思ってください。はい。えー、っと、命の話、終わりですと。で、次の回から4回は、心の話になります。コミュニケーションする心です。はい。以上です。ありがとうございました。